ルスは、スコットランドのアーガイルビュートにある、ローモンド湖西岸の村。歴史的には、ダンバートンのカウンティに属し、古名は、クラキン・デュブといった。湖越しに見る北方の眺めには、マンローと総称される山々の中で最も南に、位置するベンローモンド山がそびえ、西方には、 ルス給料が広がっている。中世暗黒時代のはっきりしない時期に聖、ケソックがルスにキリスト教をもたらした。現在の教会の敷地内には中世前期から中世の遺物が多数残されており、7世紀に遡るとされる石の十字架や11世紀のホグバックなどもある。現在の教会の中には 状態の良い中世後期の死境の肖像彫刻が保存されている。現在のスコットランド国教会ルス教区協会は、1875年に、サー・ジェームズ・コフーが1873年12月に湖で溺死した同盟の父のために建てたものである。この教会は、 オンラインサービスが有名で、ほとんどが教区外からのカップルによって、年間100組以上の結婚式が行われることで知られている。ルスは古墳氏族の発祥の地でもある。ルスは今では保存住落となっており、交通量の多い幹線である A82 は村をバイパスしている。住落内の家屋の多くは絵のように美しいと評されている。村にはキルトの製作所や、 バグパイプの制作所がある。近年、ルスはスコティッシュテレビジョンのテレビドラマ、テイクザハイロードの主な屋外ロケ地となったことで知名度が上がった。このシリーズの制作は終了しているが、ルスの住民の中にはロケ地となっていたことを誇りとしており、作中の架空の地名、クレンダロックが一部の建物の名称に用いられている。村の一枚いるほど南方にある、 オルドクライの入り江には石津絵板の上に建てられた人物像がある。これを湖で溺死した子供の慰霊碑だとする都市伝説があるが、実際には1890年に地元の石膏がロンドンでスクラップとして捨てられていたのを見つけてきた彫像である。地元でウィーピーターと呼ばれているこの像はしばらくの間鉄道の近くに設置されていたが、その後、 現在地に移された。ルスの埠頭から見た、ロックローモンドホテルの路地。村には、ローモンド湖の南端にあるバロックへ向かう水上バスの便があり、バロックには、グラス号に結ばれた鉄道の駅や、ショッピングセンター、ローモンドショアーズがある。ルスの埠頭は、ローモンド湖を船で巡る拠点となっている。長くバークレイズスコティッシュオープンが開催されていた、ロックローモンドゴルフクラブは、 ソニー機内に位置している。ルスのダグラスモミ。背後に礼拝堂がある。ありがとうございます。